はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。こちらの動画集では、買い付け NG の商品、もしくは買い付けられないことはないんだけれども、リスクが高いので、買い付けすることはお勧めしていない商品について、1動画1商品で紹介しております。再生リスト、動画下の説明欄に貼っておりますので、ご確認いただければ幸いです。今回紹介する商品はこちら。 これ、モバイルバッテリーなんですけれども、モバイルバッテリーだけではなくって、充電池を使った商品。こちらは、買い付けられないことはない。アマゾンに出品できないことはないんだけれども、講師とすれば、買い付けをお勧すすめしていない商品になります。こういった充電して使う関連の商品っていうのは、リチウム電池っていうのを使っています。正確に言えば、リチウムイオン電池という比較的大型なものと、リチウムポリマー電池と呼ばれる比較的小型なものがあるんですが、こういった商品は、ぶっちゃけた話、 会社さんにお願いしてこれ買い付けてアメリカアマゾンとか日本アマゾンに送ってくださいって言ったらオッケーですって言ってくださる代行会社さんはたくさんいますまた amazon で販売する際も安全データシート sds と呼ばれるものか適用除外シートというものを提出することによって販売しようと思えばできてしまうんですが代行会社で買い付け発送できるからだとか amazon で取り急ぎ出品はできるからだとかそういったこと以前の商品実際 ののの問問題題びにに商商品品自体の問題に起因した輸送上のリスクがかなり高い商品ですこのリスクはリチウム電池の構造に着目すればわかることなんですが皆さんも電池にはプラスとマイナス正極と負極というものがあるのはご存知だと思いますこのプラスとマイナスの間をイオンが行き交うことによって電流を生むんですがこのイオンを発生させて運ぶ役割を担っている電解質というものにリチウムイオン電池の場合可燃性の有機溶媒を使用しているんです 結果過充電やショートなどによる発熱で電解質が揮発要するに常温で気体になってしまうと高温になったりショートの際に出た火花などで引火してしまう可能性っていうのが出てくるんですよく古いリチウム系の電池っていうのはパンパンに膨れ上がってるのを見ることがありますよねあれは中の電解質が揮発して内圧が高まっている状況なんですねもちろん通常の商品っていうのは揮発して内圧が高まっても爆発しないように にガス抜きの弁っていうのが設けられているんですしかしその爆発を防ぐためのガス抜きの弁が結果的に商品自体の強度っていうのを下げてしまい例えば落下など強い衝撃が加わると電池のケースが破損してしまってそこから可燃性の有機溶媒が漏れ出し引火につながってしまうということがありますじゃあ慎重に扱えばいいじゃないかっていう話なんですがそもそもリチウム関係の商品っていうのは軽くて小さくて持ち運ぶ に便利で何回も使えるからリチウム電池を使っているわけですよね屋内であろうが屋外であろうが頻繁に持ち運ぶ前提の商品だっていうことなんです持ち運ぶ前提の商品ということは落としたりぶつけたりという確率はどうしても高くなってしまうのでじゃあ慎重に扱えばいいんじゃないかという考え方は用途的には現実的ではないと思います fedex の公式の見解についてこの動画下の説明欄に url を貼っていますのでそちらも合わせてご覧いただければと思うんですが1放送あたり 5kg を超えるリチウム電池がある場合、その商品っていうのは航空危険物に該当します。例えば我々がリチウムイオン電池が内蔵されている機器を持って JAL の飛行機に乗る際も、160Wh を超えるものについては預け入れ荷物としても機内持ち込みもできないのは、こういった事情によります。今回の動画参考になったなという方は高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。